全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。内から押して8番ポルトノートンユ、外から上がるのはサクラマーベリ、その後は18番アルコイニス、外から9番インパストミュー、続きまして13番ディーユグレーム。各馬1コーナーに入っていきます。内押さえて5番スタシェリタ、6馬身相手7番ウシクライハヤイ、外から11番ボディータ、12番マユカちゃん、真ん中あたりにつけています。そのうち6番サクラビギナー、10番アスカ、続きまして15番ペイオーアオイ、これからバックストレッチに向かいます。内から3番クボスター、続きまして14番イワキジョーカー、内押さえて2番キミコアランドロン。 1000m の通過タイムは1分0秒2、1馬身相手1番タイガーアグネス、外を押さえて4番サムオー、離されて最後方16番ココタッチ、ここから先頭までは10馬身以上、先頭はサクラマーベリック、後ろに18番アルコイリス、9番インパストミュー後位をキープ、内押さえて8番ポルトドートミュー、続きまして13番ディーユグレーム、これを見るように内側5番スタシェリタ、各馬大欅の向こうを通過。6馬身相手11番ボディータ、そのうち7番ウシクライハヤイ、12番マユカちゃん、真ん中あたりにつけています。4コーナーから直線へと向きます。先頭はわずかにサクラマーベリック、若干リードはサクラマーベリック、400を切って先頭サクラマーベリック、そしてアルコイリスサクラマーベリック粘っている、先頭はサクラマーベリック、ここで先頭が変わった。 200m を通過した。逃げる逃げるインパストミュー、ディーユグレーム追ってくるが厳しい展開、インパストミューインパストミュー押し切ってゴール。勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武騎手、インパストミューブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。